おはようございます。もう起きて、顔を洗って歯を磨いてすぐ配信始めたので、多分すごい寝起きの顔をしてるんですけど、すいません。おはようございます。朝早くからありがとうございます。皆さん、キャー全然顔が違うかもしれない。おはようございます。朝から会えて嬉しい。私もです。だから皆さんと話できて嬉しいです。そう、今日はコンサートリハーサルで一日頑張ります。なのでコンサートのリハが終わって、終わった後に配信しようと思うので、また夜はカラオケ配信をしようかなって思っているので、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。キャー、もうどうしようすみません、顔が。おはようございます。お仕事頑張れる。いやー、よかった。それが一番です。リアタイでふかしてんじゃねえよ、聞いたよ。ありがとうございます。昨日はレイヤーちゃんとの会でした。 Love you。 嬉しい。昨日はなんかふかしてんじゃねえよっていうタイトルコールをなんかレイヤーが、なんかさわちっていつもなんかふかしてんじゃねえよって感じだよねって言われたので、じゃあかっこよく言うねって言って、かっこよくタイトル名を言うっていうことをやったんですけど、今朝なので多分低い声出しやすいと思うんですよ。なのでなんだっけ、今からやってみたいと思います。は6位になりました。ありがとうございます。やってみますね。なんか普段は HKT48 のふかしてんじゃねえよイエーイで、かっこよく言うバージョンは HKT48 のふかしてんじゃねえよです。もう朝なのでかっこよく言えました。なんだこれ。おはようございます。ありがとうございます、来てくださって。キャーそう、なんかそういえば先日髪を切りまして、マリアさんの生誕祭の前日に髪を切って前髪も切ったので、今すごくお前になりやすいんですね。で昨日の配信、夜配信してる時に下からのアングルだともうお前にお前になってしまいがちでした。なのでもしかしたら今日もおんまゆになるかもしれません。みなさん朝早いのにありがとうございます。嬉しい。ああそう、7時20分から配信しようと思うんですけど、7時20分は CD の開封配信をしようと思っています。なんかまだ花さんのグッズが届いていないので CD をちょっと危ないな、 CD と CD をが届いたので、なんとこんなに生写真が全部花さんなんです。
フィシャル CN ショップから届いたので、こちらを7時20分から開封しようと思います。すごいです。だってなんか全部花さんで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚花さんがあります。幸せ。これは持ち歩きます。この配信はいつまでですか？この配信は7時までです。朝早いのにありがとうございます。皆さんはいつも朝何時くらいに起きるんですか？なんか昨日朝配信するなら何時くらいがいいんですかって聞いた時に、6時から7時が一番多かったので、今日はこの時間帯にしてみたんですけど、6時くらい、5時半、5時、7時半。ああ、なるほど。皆さん朝早くからお仕事頑張ってるんですね。ありがとうございます。そんな朝早いのに見に来てくださって。5時半から4時半。5時。7時の起きて8時のうち寝る。6時半。キャー。すごい。もしかしたら9時とかに起きるよっていう方は早起きさせてしまってるかもしれないんですけど、ありがとうございます。朝から本当に優しい。普段ザワちゃんは何時起きますか？私は学校に行く日、今高校生なんですけど、学校に行くときは8時に起き、8時かな、何時だっけ、7時半か8時に起きてます。学校に行くときは8時の方が多いから。今日いつも毎朝おはようポストと一緒に今日のタイムスケジュールの画像を毎日作ってアップしようって思って、で昨日公演のリハが始まる前にタブレット使って書いてたんですね。で書いてたんですけど、まさかの書いたのにそのデータごとタブレットを事務所に忘れてきてしまいまして、昨日それに気づいて急いでスマートフォンで作って今日投稿しました。実はあの写真、あの画像を作るのに40分ぐらいかかってます。すごい、特別上手ってわけでもないんですけど、だからでも配信のこと考えたら楽しくてスラスラ描きました。でも嬉しいです。なんかそうやってテームテーブル可愛いって言っていただけて嬉しいです。そうなんです、やっちまいました。もう気づいた時はっってなりました。なんかよくアニメとかでみたいな、すごい口開いてるのあるじゃないですか。あんな感じでもうなんかさあちゃんが以前ビスのイベントやってた時にタイムテーブルを作っていたの
をずっと覚えてて、なのでこれは何のアプリで作ってるのって聞いて、さあちゃんと同じアプリで作りました。今日も可愛い。本当ですか？ありがとうございます。優しい。もうこんな寝起きな顔もそうやって言っていただけて、なんて優しいんですか？なんて優しいの？今はパジャマ？いや、今は違います。やっぱりちょっとフェスのイベントなので、少しでもなんだろう、可愛いお洋服を着たくてパジャマではありません。でも朝なので白色のお洋服にしてみました。おはようございます。うん、それでは皆さんの今日の朝ごはんを教えてください。ちなみに私はまだ朝ごはんを食べていないので、皆さんの朝ごはんを聞いて食べた気になりたいと思います。寝起きの顔だとデビュー当時と雰囲気変わらない。本当ですか？でもそう、確かにデビュー当時はメイクが何にも分からなくて、もうほぼすっぴんで出てました。ホットサンドを食べてます。なんておしゃれなんですか？目玉焼きとソーセージ、うわいいですね。日本人の朝食だ。ハンバーグ、あ、それはグッドですね。いいな、ハンバーグ。痛い痛い痛い。コンビニのおにぎり2個、わ最高。もし今コンビニに行ったら、私はうーん、塩サバのおにぎりとツナマヨを選ぶと思います。パン、わパンいいですね。朝食べるパンは最高。小籠包朝から、すごい美味しそう。いいですね、朝から幸せな。ゆで卵とブラックコーヒー、ホットドッグ、ヨーグルトとバナナ。え、なんておしゃれなんですか？すごいいいですね。私も朝から、今日の朝はバナナとヨーグルト食べたとか言ってみたいです。あ、美味しそう。プッチンプリン、なんて可愛いの。いいですね、すごい皆さん優しい、いっぱい送ってくださる。わあ、やっぱパンいいですね。ホットサンド、すごい美味しそう。なんか初めて見る名前もたくさんあって、白米と納豆と漬物、すごいグラノーラ、すごい、え？びっくり、いっぱいコメント届いてる。ありがとうございます、すごい。うん、やっぱ確かにパンは片手でも食べやすいですもんね。わあいいですね、パン。おいしょ。すっぴんかな、すっぴんです。もう朝の配信限定のすっぴんです。ちょっとお見苦しいかもしれないんですけど、パンに塩昆布のせて食べると美味しいよ。そうなんですか、初めて聞きました、その組み合わせ。
優しい、そんなそんなこと言ってくださるのはファンの皆さんだけですよ、本当に。優しい。はなさん、きゃー、今日ははなさんの卒コンリハーサルもあるので、わー、本当に卒業公演がもうすぐなので、なんかすぐ実感しちゃいそうです。もう最近っていうか、最近はあの公演の前に花さんに、あの残り花さんは2回なので今日は目に焼き付けたいと思いますって言いながら、あの立ち位置についてます、はい、月に。昨日も目に焼き付けました。通常公演がラストということで、花さんがもうね、あっという間すぎて。おはようございます。なんか私が花さんと初めてお話ししたのは、あの恋愛禁止条例のバックダンスに出た時に、花さんのツンデレのツンデレがなんかおーってなったのと、あと本当に実際にお会いした時が可愛すぎて、あのなんかツンデレ素敵でしたって話しかけたのが最初で、2回目がなんかおしゃべり会の時に、あのリチャキと2人で花さんに話しかけに行きましょう同盟を組んで同盟行こうっていうのを決めて、あの楽屋の前で、あのとりあえず10分ぐらいどうしよう、どっちから先入るみたいなお話をして、楽屋に入って花さんと写真を撮ってもらったのが2回目で、すごい覚えてます。難しい。そう、花さんにお渡ししたいと思って駄菓子も買っていったんです。実は懐かしいですね。おはようございます。おはようございます。なんかあのメンバー K4 の皆さんだったり、マネージャーさんだったり、メイクさんだったり、衣装さんだったりから聞いたんです、伺ったんですけど、なんかおととい夢のデッドボディ2度あのパフォーマンスさせて演奏させていただいたんですけど、2回目の時になんか皆さんがなんか楽屋のモニターの前に集まって、なんか紅白みたいにな感じで見てたっていうのをすごい教えてくださって、もうそれが本当に嬉しいです。嬉しくなりました。なんで皆さんそんなに優しいのってありました。そう、でもなんか確かに楽屋に戻ったらなんかみんな拍手してくれて、本当に優しいんです、皆さん。本当にね、なんかメンバーの皆さんもそうなんですけど、衣装さんだったりメイクさんだったりもなんか良かったよって褒めてくださって、うん、それでまた涙をこみ上げてきちゃいました。おはようございます。
もうさっき皆さんの朝ごはんを聞いていたらお腹空いてきました。もう今パンが食べたい口になっています。今日はお家でテレワーク、頑張ってください。私が応援してます。皆さんも今日は金曜日ということで平日ラストですね。なので私が応援しています。一緒に頑張りましょう。今日頑張れば平日コンプリートなので。お、3連休なんですか。お、たーちゃんに応援されたら頑張れる気しかしない。わーい、よかった。私が皆さんのそばについています。一緒に頑張りましょう。この後の配信スケジュールは、この朝の配信が7時までで、その後20分後の7時20分から8時までが2枠目で、今日はリハーサルが終わってから配信しようと思うので、今のところ予定は夜の8時40分から10時までっていう予定なんですけど、もしリハーサルが長引いてしまったら時間が変わるかもしれないんですけど、終わり時間は10時までなので、ぜひ皆さんがお時間があるときに見に来てくださると嬉しいです。今通勤中、東京はこの時間でも満員電車だよ。そうなんですね。いやー、すごい、満員電車でも配信を聞いてくださってるんですか。ありがとうございます。アップルウォッチの壁紙ザワちゃんなので、仕事中も見守られてる。そう、アップルウォッチ、壁紙も変えられるんですね。わあ、トップ5、5位になりました。ありがとうございます。すごい、始まった時は5位じゃないな、7位だったのに2つも順位が上がりました。ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。なんかショールームするとき謎に正座しちゃう癖があって、よいしょ、足がしびれてきちゃいました。よいしょ。まーい、チパチパチ。なんかさっき今日テスト頑張るみたいなコメントもあった気がして、偉いです。頑張ってください。テスト なんかテストの日は謎に頭がパキッて冴えて、朝目覚ましよりも早く起きちゃいがちです。皆さんありがとうございます。朝早くから。朝ごはん食べた。朝ごはんはまだ食べていません。この後食べようかなって思ってるんですけど、私はすごい自分の話で申し訳ないんですけど、私がテスト期間の時は、中学生の時はテストの
1週間前からスマホをもうあの親に預けてもう見ないようにして勉強1週間集中型で勉強してました。それまではあのなんだろう割と自由にじゃないんですけどなんかわーって過ごしてて1週間前にもう全集中っていう形でした。なんかなんだろうコツコツ努力する方とあとあのもう短期集中型みたいな方で分かれますが皆さんはどちらのタイプですか？私は短期集中型でした。そうだからスマホが手元にないのであのテレビで見るなんかお笑いとかがすごいあのなんだろうあの心なんか楽しいと思える時間でした。テレビ見たりもう昔すぎて忘れました。なるほどなるほど。もう私もすぐ忘れちゃうので2年後とかに忘れてくれるかもしれません。一夜漬けタイプだってよ。わあ、そうじゃあ一緒ですね。みえちゃんと一緒でテスト前に全て理解しに行く感じでした。わかります。なんかだから数学とかの問題解いてたらこれ方程式なんだっけとか考えながらやってました。懐かしい。なんか中学校の時にすっごい難しいなって思ってたのが証明っていうなんか数学でこう証明するのがあってそれが難しすぎてテスト前に大苦戦した記憶が蘇りました。夏休みの宿題も短期集中だった。そうですね、最初初日に終わらせるぞって思って初日から手をつけるんですけど結局終わるのは最終日でした。うん、あと2分はもう30分経つんですね。ありがとうございます。それではランキングを読ませていただきたいと思います。13位コンタちゃんさんありがとうございます。12位ユースキーさんありがとうございます。11位マサロさんありがとうございます。10位天然パーマさんありがとうございます。9位シンさんありがとうございます。8位リュウキシポンポン丸さんありがとうございます。7位千葉のあつおさんありがとうございます。6位ノブ CK ノブリンさんありがとうございます。5位あっくんさんありがとうございます。4位ターさんありがとうございます。3位ゆきさんありがとうございます。あと2位カニカモポさんありがとうございます。1位は大阪のターさんありがとうございます。あと皆さん朝早くからありがとうございました。もう配信始めた時はすごいもう寝起きだったんですけど皆さんとお話ししているうちに目が覚めました。もう今から走れそうなくらい目が覚めたのでそれでは後ほどの20分、7時20分頃にまたお会いしましょう。朝からありがとうございました。また後でお会いしましょう。バイバイ。あ、これ映りそう。マリアさんちょっと待ってね。1枚目はマリアさんでした。わーい。
え、かわいい。なんかマリアさん、今回のマリアさん巻き下ろしで大人なマリアさんです。キャー、やった。1枚目からマリアさんです。ちょっと反射しちゃいそうなので隠します。わーい、嬉しい。1枚目からマリアさん。今回は10枚あるので、自分の1枚引けたら嬉しいなって思います。じゃあそれでは2枚目いきます。見ない。いきます。せーの、すごいな、せーの、はい。わー、いぶきさん、いぶきさんでした。やったー、ダブルセンターのいぶきさんが出てくれました。キャー、とても、でもいいです誰が出ても嬉しいんですけど、今この2人が出ましたくださいって。よし、はい。じゃあそれでは3枚目いきます。じゃあ A からいきます。初回プレスの A を開けます。おはようございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。えい、キャー、ドキドキ、もうドキドキ。私がいつもやってるのはこの帯をこの開けてすぐの、見える見えない、このここの部分に挟むっていうのを、ファン時代からやってます。もうこの1ミリも捨てないっていう、こういう感じで挟んでます、いつも。じゃあそれでは3枚目いきます。あれ、あったあった、いきます。3枚目、じゃあ予想しますね。3枚目はあきさんだと思います。いきます、せーの、はい。わー、クリナさんだ、わーい。セクシーなクリナさんが出ました。やった、すごい。今はマリアさんとクリナさんとイブキさんが出ました。わ、でも今のとこ1枚も被ってないです。この調子でいきましょう。おい、それでは4枚目、続いてはタイプ B を開封していきます。うん、タイプ B にはチーム K4 の曲の最強アイドルよろしくが入っております。もう聞いていただけましたか。わ、こうやってビリビリ人を破る瞬間も大好きです。遠くの夢だけれど、お、まだ見てない、これを挟みます。よし、それでは4枚目いきたいと思います。こっちこっちか。それでは4枚目いきます。予想は花さん、せーの、はい。うわ、ここかわいい、なにこのポーズ、ココちゃんが出てくれました。4枚目かな、4枚目でココちゃんが出ました。かわいい、本当に可愛い。私最近ずっとココちゃんに会った瞬間ずっとかわいいかわいいって言っちゃうんです。
本当に可愛いね。美女良すぎるよココちゃん。肩なんか出しちゃって可愛い。このジャケ写撮影の時はずっと一緒にいました、ココちゃんと。やった、嬉しい。じゃあそれでは5枚目いきたいと思います。次はタイプ A を開封します。帯を収納します。うわ、危ない。はい、じゃあそれでは5枚目いきたいと思います。私の予想はアイチーさん、こっちかな。いきます、せーの、はい。あ、くるみさん、くるみさんだ、かわいい。え、かわいい。なんでどうしてこんなにかわいいの。かわいい、くるみさんが出てくれました。ということは5枚目でまだ一度もダブリが出てなくて、イブクルさんが揃いました。ダブルセンターさん、わーい。あ、確かに K4 が4人もいます。今嬉しい。待って、これは全メンバーコンプリートしたくなる。わ、 CD あるある。なんか CD って生写真入ってたらもうその選抜メンバー分全員欲しくなりがちなので、うわ、16に欲しいな10枚今手元には10枚なんですけど、うわ、コンプリートしたくなってきた。じゃあそれでは6枚目に行きます。6枚目は A かな、タイプ A を開封していきます。確かにそろそろ地引きしたいですね はあ、このピキピキが最高。収納します。それでは6枚目かな、 1,2,3,4,5、 6枚目を開封したいと思います。今出てるのはココちゃんとマリアさんとクリナさんとくるみさんといぶきさんが出ております。うわー、誰が出る。じゃあ私の次の予想はえうらちゃんだと思います。それでは6枚目いきたいと思います。せーの、はい。あ、ななかちゃん、かわいい。なんじゃこの美女、かわいすぎる。え、かわいい。ということで6枚目はななかちゃんが出てくれました。かわいい。私ななかちゃんの髪型の中で全部似合うんですけど、一番このポニーテール、ストレートポニーが大好きで、うわ嬉しい。しかも本当に可愛い。この衣装とっても似合います、ななかちゃん。え、今1枚もかぶってないです。すごいまた親友引いた、また親友を引きました。嬉しい、1枚もかぶっておりません。え、嬉しい。今出てるのがいぶきさんとくるみさんとえぐここと、ななかちゃんとくりなさんとまりやさん。え、ダブらないのすごいですえ、嬉しい。なんかすごいファンの時の気持ちで開封してます、一ファンとして。じゃあ続いていきます。すごいどんどん進んでいってるんですけど、続いてはタイプ A を開封します。今6枚開けてきてまだ1枚もかぶってないですおたかつしてます。
じゃあ次はレイヤーが出ると思います。私は。皆さんは誰が出ると思いますか？見ない。でも今この人が出ると思って一回も当たっていないのでちょっとあれなんですけど、渋井ちゃん、愛知さん、龍藤ちゃん、沢ちゃん、ねねさん、龍藤ちゃん。おお、なるほど。よいしょ。確かに。よいしょ。うわ、ちょっと待って、足が痺れてきた。よし、なるほど。それでは7枚目、あっという間に7枚目いきます。いきます。私の S はレイヤです。せーの、はい。あ、ななかちゃん、かわいい。こんなのね、いくつあってもいいですからね。嬉しい。ななかちゃん2枚目です。わーい。もしななかちゃんが持っていなかったらプレゼントしよう。かわいいね、本当に可愛い。もう本当に、もう本当にいくつあってもいいですから、ななかちゃんなんて無限回収。よし、じゃあそれでは。確かにコメント欄ななかちゃんいなかった気がしますね。よいしょ。キャー、ちょっと待って、足が。よし、じゃあ次は B、 タイプ B を開封したいと思います。あ、その前にこれ、なんとひじりさんのサイン付きの生写真が当たりました。うまーい。なんか HKT のオフィシャルショップで買い物をした時についてきたみたいで嬉しい。大事にします。ひじりさんのサイン付き。キャー、でも自分の1枚出たら嬉しいですね。次が8枚目です。よし、じゃあ私の予想は自分が出ると思います自分だと思う。でもそう考えたらファンの皆さんもこういう気持ちで開封してるんですね。そう考えたらなんか私も同じ気持ちを味わえて嬉しくなりました。わあ、誰だろう。じゃあ皆さんは誰だと思いますか？8枚目。私は自分だと思いますさえちゃん、ざわちゃん、ねねさん、しぶいちゃん、確かに出てない、ななかぴん、さえさん、へちさん、ゆうきさん、ゆうかちゃん、みなちゃん、あきちゃん。おー、じゃあ8枚目いきたいと思います。せーの、はい。あ、かわいい。えうらちゃんが出ました。かわいい。なになに、このえ、かわいい。うわ、嬉しい。7期生が出てきてくれました。えうらちゃん、かわいい。もうね、本当にかわいい、かわいくて、なんかえうらちゃんはすごい、最初はおとなしい、ずっとね、おとなしめな子なのかなって思ってたんですけど、なんかアットジムのリハが終わった後にこう4時間くらい空き時間があって、その時になんかずっとあの隣に座ってきて、でなんかみんな空き時間多かったから寝てたんですね。でもエオラちゃんと私だけずっと起きてて、一緒にスピードしたりお話ししたりお写真撮ったりしてました。かわいい。ずっとね、手つないでくるんです、隣から。かわいい、嬉しい。ということで8枚目、エウラちゃんが
出てきてくれました。嬉しい。あ、でもまだ4期生さんが出ていません。まあ、今はエウラちゃんとナナカちゃんとナナカちゃんとマリアさんとココちゃんといぶきさんとくるみさんとくりなさんの8枚です。キャーね、嬉しいね。やっぱりこういう生写真ってこんなに幸せな気持ちになるんですね。なんか聞いた時にこんなにどのメンバーさんが出ても本当に嬉しいですし、なんか本当に皆さん美女が良すぎて誰が出ても嬉しいというか、もう無限回収したくなるくらい本当に皆さん可愛いし、なんかこのコンセプトが今までにあまりなかったじゃないですか。だからなんかこういう黒一色の衣装を着てても皆さん可愛さが引き立っているのがすごいなって思います。本当に可愛い。どうしてそんなに可愛いの可愛い。わ、じゃあ私の今の願望は地引きと、あとまだ4期生さんが出ていないので4期生さん狙いでいきます。もちろんどなたが出ても嬉しいんですけれども、いや4期生さんと3期生さんもか。ということはさえさんもですね、まだ出てないので、まだ出てない気を狙いたいところではありますが、でもどなたが出ても嬉しいのは事実です。それでは残り2枚のタイプ A バージョンを開けていきたいと思います。そう、今のところはドラフト2期生さんと5期生さんと6期生と7期生が出てくれているので、まだ出てない気の方も狙いたいなって思います。来るかな。じゃあ9枚目、私の予想はさえさんです。皆さんは誰だと思いますか。まだ私次この人が来るって予想したのに一回も当たってないので誰だと思いますか。おお、結構割れてますね、いろんな意見が。赤ちゃんコンプ、確かに。うわ、赤ちゃんもコンプしたいですね。わ、いきます。私の予想はさえさん。せーの、はい。あ、ねるさん、イエーイ、やった。え、やった。じゃあ4期生さんが出てくださいました。ねるさん嬉しい、ハート、かわいい。なんかねるさん前髪ないのも似合いますし、何よりかわいい衣装が似合います。迷彩柄が似合います。かわいい。え、かわいいかわいい。え、とってもかわいい。見てください、9枚中5枚も K4 のメンバーさんがいます。え、嬉しい。やった。わ、待って、ラストの1枚になってしまいました。ラストはタイプ B を開けていきたいと思います。え、ラス1です。ラス1、 K4 は、え、 K4 は 1,2,3,4 花さんと私以外のメンバーさんはコンプしました。7人だから今5枚、基本5人今出てるのでなので基本はあと花さんと私でコンプです。今出てるのが
ココちゃんとマリアさんとくるみさんとクリナさんとねねさんとえうらちゃんとななかちゃんとななかちゃんといぶきさんの9名引いております。いや、わあ、誰が出るのかな。残りラスト1枚になってしまいました。あっという間です。よし、ラスト1枚。でもここで確かに地引きしたらすごいですね、うん、けれど私の予想は竜斗ちゃんが出る気がします。私の予想は、皆さんの予想は誰ですか。なんか予想聞くのも楽しいです。マリアさん、ハナさん、アキさん、渋井ちゃん、地引き、うわ、地引き、ハナさん、おー、ザワ、なるほど。じゃあちょっとパワーを込めます。はっ、はい、パワー入りました。じゃあラスト1枚。やった、緊張してきた、緊張してきた、緊張する。私の予想は竜斗ちゃんです。いや、待って待って、やっぱり私の予想は伊沢美優です。いきます、緊張してきた、いきます、せーの、はい、あ、ねねさん。じゃあこれはもう実質当たりです。え、嬉しい。なんか待って、ねねさんどこ行った、あった、イエーイ、ねねさんが2枚出てきてくれました。え、すごい。今 K4 の生写真が6枚も出てます。キャー、嬉しい、すごい。でも10枚引いて、あのダブリがそれぞれ七花ちゃんとねねさんの2人だけだったので、え、本当に可愛いすごい、わあ。でも私バケツの時も、あのバケツの時は6枚ぐらい買って自分出なかったんですよ。ユエルさんとレイヤとミクさんとアキさんとくるみさんと、あとね、エミリーさんかなが出てくださって、で君はもっとできるの時も、自分の引かなかったんですよ。なので自分の引いたことがないです、生写真。今回はななかちゃんでしょ、ひぶきさん、ゆうらちゃん、ねねさん、くりなさん、はいはいはい、1,2,3,4,5,6,7,8 人分出ました、10枚で。きゃー、幸せな。B さんの時は愛知さんと花さんが出ました自分はココちゃんとザワちゃんの生写真が当たりました。わー、ザワココだ。もう私は宝物です、この10枚。本当にかわいい、宝物です。じゃあもし次のシングルでは自分も自引きできるように、そもそもあの生写真に入れるようにというか、次も選抜でいられるように、またこうやって CD 開封をできるように私も頑張ります。すごい、
ごい、ね、本当に可愛い、可愛い、みんな可愛いですみんな可愛い。幸せ。しかも店舗特典じゃない、あのオフィシャル CD ショップの特典で花さんが10枚もありまして、え、もし花さんが持っていらっしゃらなかったら渡そうかな。よいしょじゃあそれではあのオフィシャル CD ショップ特典の紹介をしたいと思います。花さん、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 最後の一枚は花さん。嬉しい。え、これってあれかな、一回の注文で全員同じメンバーさんが届くんですかね。幸せ。それにしても、はあ、かわいい、かわいい、本当にかわいい。ありがとうございました開封に付き合ってくださって楽しかった。やっぱりなんだろう、あのファンだった時の気持ちをなんかもう一度思い出したような感じがして嬉しいです。楽しかったです。A か。わあ幸せだ。のまかちゃん2枚とねねさん2枚が出たのもすごい嬉しいです。もう生写真なんていくつあってもいいので、うん、ということで付き合ってくださってありがとうございました。これがタイプ B で、こちらがタイプ A です。なので今ちょっと待って、この量を開封しましたは私まだ DVD を見ていないので、DVD を見ようと思います。タイプ A はミクさんの卒コンのドキュメンタリーが入っていて、タイプ B は春のコンサートの夜公演7期生お披露目の時のドキュメンタリーが入っています。そう、タイプ A も B も5枚ずつオフィシャル CD ショップで買いました。キャー、なんかそういえばあの店舗特典みたいなのがあるじゃないですか。例えばタワレコさんで買ったらあのイブクルさんの生写真がついてくるみたいな感じで、で私は噂によるとヨドバシカメラにクリナさんと2人の生写真があるみたい でもしかしたらもうないかもしれないんですけど、それをゲットしようって思ってたんですけどスケジュールが合わなくて結局行けなくて、ヨドバシカメラに。なのでもしまだあれば来たいです。そしたらまた開封できるんですけれどもうん楽しかった。あ、イブクルさん生写真ないんですね。そうなんだ。夜は今のところ何時から配信する予定ですか？夜は今のところ今日はコンサートのリハーサルがあるので
終わって8時40分頃からしようかなって思ってます。なのでもしリハーサルが長くあったらちょっと時間が変わってしまうかもしれないんですけど、今のところは8時40分からする予定で、カラオケ配信をする予定なので、ぜひ来てくださると嬉しいです。ね、店舗特典も楽しみですね。私去年バケツの時はインドーさん、ミュージックプラザインドーさんに行ってゲットしたんですけど、2枚買って、その時の生写真がくるみさんとあきさんが出てくれて、で店舗特典が愛知さんとさえさんだっけなの店舗特典の生写真が出てくれました。キャーということで、あっという間に55分なので、ありがとうございました。 CD 開封見てくださって。それでは、ランキングを読ませていただきます。はい、13位、ゴンタちゃんさん、ありがとうございます。12位、リュウキジポンポン丸さん、ありがとうございます。11位、イケミンさん、ありがとうございます。10位、ツルさん、ありがとうございます。9位、あっくんさん、ありがとうございます。8位、しんさん、ありがとうございます。7位、ひなしえアットマークみるんさん推しさん、ありがとうございます。6位、あれ、6位、ひなしアットマークみるん推しさん、ありがとうございます。5位、バクトラマイコミュさん、ありがとうございます。4位、ターさん、ありがとうございます。3位、千葉のあつおさん、ありがとうございます。2位がカニカマポさん、ありがとうございます。1位は大阪のターさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆様朝早くからコメントしてくださって、見に来てくださって、そしてギフトも投げてくださって、ありがとうございました。それでは皆さんのおかげであっという間でしたし、とっても楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。それでは、うん、今日は朝の配信は終わろうと思います。皆さんありがとうございました。たくさん星とかも投げてくださってありがとうございます。それではまた今日も一緒に頑張りましょう。私が応援しております。それではまたね、バイバイ。